こんにちは。こんにちは。名前は何ですか？セブンストップです。本名は二個なんですけど、セブンストップ、日本語を勉強中ですか。はい、勉強してます。今は四年目になります。四年目でも、今のレベル、すごく上手ですね。 すごい。日本語を中心に生活してたから4年間ずっと前から AJAD っていう勉強方法で勉強してたので毎日起きてから寝るまでずっと日本語を聞いてたり日本の本読んでたり漫画読んでたりそんな感じですね多分毎日4時間ぐらいアニメ見ましたでも4時間でだいぶ長いですけどそういう勉強方法はヘルシーですか別にヘルシーというわけじゃないけど日本語上手くなるためなら何でもするっていう人はおすすめするかなでもやっぱかなり 時間がないと暇がななないいいと、と暇でできんすよね。当時は高校生だったからめっちゃ暇があって勉強してたんだけどもう基本的に最初はアニメであとは YouTube も結構使ってたんですね、うん、毎日アニメは主流ですねだいぶアニメで2年目経ってから結構 YouTube とか本とかそんな感じで勉強しましたそう YouTube で普通にナチュラル自然な日本語は大体聞くことができますけどずっとアニメを聞けばアニメみたいな主人公になりそうですか <laughs> ずっとアニメだったら結構変な喋り方になると思いますね。俺はあの最初からアニメ見てたんだけど、YouTube も結構聴いてたりしたんで、アクティブイマージョンっていうなんか座って見てるような集中しながらイマースするみたいな勉強方法があるんですけど、そういう時は 普通にほとんどんアニメで作業しながら日本語を聞くのは結構 YouTube でやってました他の質問はスピーキング、うん、最初からインプットとして、うん、でもその後でアウトプットが来ましたねスピーキングの練習でどうやって行きましたか、うん、スピーキングの練習は結構ネットだったりアメリカに住んでたので留学生と会ってたり近くにコミュニティカレッジというのがあってそのコミュニティカレッジに留学してる日本人が一人いたか そ日本人と仲良くなって日本語の会話をあの練習してました。初めて日本語を喋ってるのはあの勉強して1年半かな。その頃は結構相手の言ってることを理解できるようになってたから、まあ、毎日あんなに勉強してたから結構あの相手の言ってることは理解できたけどあの喋る経験がなくて結構ぎこちない感じでしたけどでもそっから6ヶ月ぐらい経ってでそっからすごいなんかもっと会話しなきゃって思って毎日日本語を喋るようになった。 いう感じです、ね、まあたくさんしゃべる時期とあんまりしゃべれない時期もあってでもたくさんしゃべる時期は毎日数時間しゃべってたのかなって思いますでもイマージュのコミュニティは大体の人をしゃべるのはな止、うん、最初はインプットあのめっちゃネイティブっぽいのレベルになってからその後でしゃべった方がいいとあの言う人が多いですねそういうアドバイスはあってますかあってない、うん、そうですね 異常に避けるのは良くないんだけど、やっぱり最初の1年2年ぐらいはあんま喋んない方がいいと思います。うん、その理由っていうのは、普通に下手くそです相手の言ってることを理解できないから喋っても意味ないと思いますよね。ある程度理解できるようになってから喋った方がいいと思います。でも本当に今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい、以上です。